ロイドご飯の時間やってきました。イエイ。はい、今回はですね、はい、広島県の広島市までやってきました。した昨日、うん、広島の仕事を終えて、はいはい、これから帰るんですけども、そうでございます、はい、これから新幹線に乗る前に、うん、駅近くの、うん、あの焼肉店に行きたいと思います。はい、めちゃくちゃうまかったはい、あの広島でしか食べられないと言われてるあの高年がすごいうまかった、うん、あの店なんですけども、はいはい、はい、なんかすごい渋いね、なんか雰囲気がとっても良いよね。良かったですね、うん、はい、もうね、うん、空いてるということなんで、あらまあ、はい、行ってみたいと思います。楽しみです。行ってみます。 GO! 楽天総合1位取ったよ。すごいですね。すごい、行きましょう。さすが1位だよ。やっぱ高年ですね。高年だね。うん。来たよ、高年。いや、久々の再会です。高年。会いたかったですよ、本当に。こいつに会いたかった。2年ぶりの再会ですね。まずまず野菜からいきましょう。大事です。うん、うん、うん、あ、嬉しいよ。撮ってきたみたいな、ずっと見てて楽しいんで。では、お願いいたします。便利これ。おお。おお。おお。何を見てるんだろうね。本物のゴミ食わない。無理よね。これですよ。でも、そこ行きますよ。お待ちですよ。はい。そっち行こうか。塩こしょうでよ。はい。はい、じゃあレモン絞ってね。そういうことは2000円1回のコンビニやつ。そういう言い方だと思う。いただきます。まあ、うん、要するに1回の違うっていうのはまあ分かるだろうけどね、食べられない。その行けたとくれや、味だ。うん、よし、よし、ラスト。はい、よし、ラスト。よし、うっ、いいだろう。うん、俺の、のが仕事やけどね。食べる？あ、そういう。
見るだけで決まりかな。もういいじゃん。部屋だけじゃ本当にここ食べるけど。毎年行ってたら、この時見せ方の方が大事なの。なんかすごい。うまい幸せやろ。ウッドショットだね、ウッドショットだね、何でできるの、あんま。うまい。72だったら、ほとんど調べてみましょう。今の食べて育ったら、ほんと大きくなってる。いろんなところを育つけど。そうなの。大好物が。缶オペに入れてよ、これ。何でだ、ほんとに。どっちかもくれよ。食べていいのかい？食べるよ。甘いね。うーん。そうでもね、これも油がね、甘いで美味しいの。間違いない。ゼロでございます。ゼロで、県民者が結構な話するわ。で、今日の話して、ベースの部屋行くから、知らないんだ。ホルモンミックス。さっきの。すぎるでしょ。いや、これはすごいです。一人前そんなに。本当はもうちょっと開けたいんですけど、やっぱりこれが本当に看板なんで、だから最初の頃の本当にうちの初期の値段が、聞いたらまだこれより安かったんですよ。これでも上げてますからね。ミノサンド行きましょう。ミノサンドね。動けてください。僕は何も言いません。よく分かるの。よく分かってきたら。レーバーで集まるから。あれましょう。これも出とくね。っていうのです。たちまち。とりあえず B をたちまち。あのカープロードでインタビュー、あれ本間口のインタビュー。はい、ということで食べてみました。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。うまかったな。破壊力が半端ないね、コーネの。うまかったな。いやね、うん、やっぱり食感がもう本当最高、プリプリで。プリプリでグニッグニッとした ね噛み応えが本当に良かったですね、うん、だから中からじわっとこうまたさ、うん、油がさっぱりしてるねねえ、うん、であれを塩とレモンとで食べるっていうのはこれ本当にね、うん、何もいらないっていう感じだね。 それ以外本当にこれ冗談抜きで永遠に食べたいぐらいのそううまさです。あれね、食べてみないと本当にわからないけれど、うん、感動しますね。またキャンプでこうねやりたいですね。あ、最高だね。ああ、キャンプでこうねは最高だよ。やりましょう、やりましょう、ぜひ。はい、ということでレモンいっぱい買ってね。そう、うん、これトシさん、うん、トシさんのコーネは本当におすすめです。本当にね、半端ないですよ。素晴らしかった。駅からも近いから、うん、とても寄りやすいと思います。あとプリプリホルモンね。ああ、あれも本当最高だった。というか、まあ、全部うまかったんですけど。本当です。いや本当に、ああ、いや、いい焼肉でした。はい、ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。それではまた。